はい、始まりました。私の毎日メイクでございます。コンタクトぶち込んで下地ポテグリ回して毛穴を埋めるのはこのハーバーの下地。絶対これやって、絶対これやって、ハーバーの下地で。そして最近流行ってるこのロージーローダのファンデーションブラシ最高。これなかなか売ってないから、売ってたら見つけたら買おう。パウダーもね、すごい綺麗に塗れるよ。おっと、赤みを消すの忘れてた。とスオルムのコンシーラーで、これ男の子も使えるよ。そして毛穴を撲滅するのにラストの撲滅がセザンヌのウルフは仕上げパウダーでパタパタパタと毛穴のあたりを撲滅させていきます。やけくそです。はい、眉毛完成。デイジークシカカタンアイシャドウ01番ですね。こちらで一旦歌舞伎役者みたいにしていきます。最近なんか TikTok がなんかライブ配信アプリみたいになってて、なんか動画上げるのをちょっと躊躇していたっていうね、動画上げる頻度が少なくなった言い訳です。はいはい、歌舞伎役者、はい、歌舞伎役者で ここで目を垂れさせて見えさせてくださるっていうね、 LINE を書いております。そしてここでジルリーンの涙袋のなんかコンシーラーをガガガーッと塗るとこの歌舞伎役者も軽減されます。歌舞伎役者は嫌ですよ、私だって。でこのアイライ上のアイライナーの下にこうやって入れるといいぞってなんか聞いたもんだからやってて、で焦げ茶色の D アップね、私 D アップつけるリキッド、あ、はい、いっちゃった。つけまつけたら、イントゥーユーの、チークにもリップにも何でも使えちゃうっていう、ナナを塗るよ。そして、ロム&の01番で、顔中びしょびしょにしてから、びしょびしょの光沢でっからね、これね、びしょびしょ、ほら。ジューシーの、キンラキラのやつを、また、追いびしょびしょします。そして、この、スイーツの、花を作るぞっていうやつでね。これ最高。これ最後見つけたら絶対買って。そしてイニスフリーしか勝たんよ。グリッターはつってかかって。アミューズのこのリップは最高です。フジコのハイライト入れます。フジコってすごい優秀よね。いろんなの出すよね、フジコってね。変わったの出すから好きよね、フジコ。はい。ハイライト。はい、目ひっくり返し。はい、完成！はい、完成。